明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーということで、ボスコンくんちゃんね、今年も一年よろしくお願いします。さあ、早速ね、お散歩にやってきたが、ボスくん止まっております。ほら、ボス行け、ほら、行け、ほら、どうしたほら、頑張れ、頑張れ、頑張れ。ちなみにね、撮影モードは去年ね、コメントで教えていただいた、アクションモードでございます。いつもね、シネマティックモードというもので撮影してるんですが、アクションモードおすすめですよということで、ボスくん、止まりそう。アクションモードでね、初めて撮影しています。はい。ということでね、2023年、ボスくんこいちゃんやってきました。今年もね、1年、よろしくお願いします。365日ね、毎日夕方の6時投稿ね、去年と同じようにさせていただきます。で、コミュニティにね、画像、ボスコンコインちゃんどっちかの画像、またね、猫ちゃんだったりは毎朝投稿。で、インスタグラムも毎朝投稿。TikTok はね、気分で投稿します。な、ボスくん。コインちゃん。このアクションモードっていうのかな。どんな感じなのかね、ちょっとまだわからないんですが。とりあえずね、撮影していきます。はい。ちゃんと撮影できてんのかな？合ってんのかな？ちょっとわかりませんが、アクションモードはね、なんかこう、激しい運動とかね、動物撮影するときとか、おすすめらしいです。ね、ボスくん、今年も頑張ろうな。で、今日はね、お洋服ではなく、これ、ボスくんと、ボスと書いたね、ハーネスつけております。はい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 。1、2、1、2、1、2、頑張れ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 。相変わらずね、ボスくんはのっしのっしと、そして、クインちゃん早いな。あ、これ、アクションモードね、ちょっと待ってください。アップにできる。あ、めっちゃアップになるやん、これ。めっちゃね、かなりアップにできます。以前ね、去年、シネマティックモードがアップにできないよと、パパね、動画で、あ、ボスくんうんちしそう。ちょっとね、目線をそらす。ちょっとね、うんち取ってきます。はい、すいません。一旦飛べてました。ボス君今年もね、相変わらずどでかいうんこをしました。で、何の話してたかな？あ、そう。シネマティックモードはね、アップにすることができません。アップにしたりね、小さくしたりすることが、何してんのすることができないんですが、アクションモードはね、今、これが多分、0.5×0.5 なんですが、1、2、3とね、このぐらいまでアップすることができます。よし。はい、行くで、ボス。よし。なあ、どうでしょうか？皆様、どうお過ごしでしょうか？雪は降っていますか？どうでしょう？寒いですか？それは寒いよな、ボス。パパの地域はね、今、池のね、水は溶けてるんですが、場所によったら凍っていましたっていうか、まだ凍ってるわ。まだね、凍っていますが、そこまでかな。ちょっと石投げてみます。おい。こんな感じでね、シャーペット状になっている。おい、はまんぞ。はまるぞ、お前は。で、やっぱりね、今ね、こら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 、足つけるな、何してんのあんた、あかんで、水遊び。朝一なんかはね、カチカチです。今はね、もうね、ちょっともう夕方なんですが、朝一なんかはもうカチカチ。はい、おいで。こっち来て、ほら。ほんまにもう、ボスくんは水遊びしたいのかな？ボスくん撮影しようかな？ボスくん。これアクションモードどうなのかな？ちょっとね、撮影しながら音声入れてるんでわからないんですが、帰ったらね、ちょっとチェックします。手ぶれがね、なんかいいらしいと聞いたんですが、結構ね、パパは激しく動いています。激しく動いてるというかね、もうお散歩してるだけでね、手ぶれがすごい。よいしょ。やっぱりね、手で持ちながら撮影してるんでね、ここはちょっとどうなのかが分かりませんが。以前のカメラやとね、広角にしたら手ぶれがかなりね、あって、もうグダグダやったんですが、このアクションモードで今、これは一応広角モードになるのかな？これで手ぶれがどうなのかも、気になるところではございます。はぁ、結構歩いたな。よしよし、お前落とすなよ。お前近づいてきて落とすなよ。もうここね、すぐ池です。池なんでね、ボスくん怖い。ほんで、クインちゃん。何してんのお前。危ないことすんなよ。ほんまにもう。ねえ、よしよしよし。はいはいはい。よだれをズボンに。ボスくん、よいしょ。もしね、このアクションモード、気に入ればね、今年はね、アクションモード、そしてね、シネマティックモードをメインでね、撮影していきたいなと思います。はい、はい。はい、どこ行くね。よいしょ。お、鐘が鳴ってる。鐘が鳴ってんぞ。よしよし。ね、ボスくん。もう、ここまでね、歩いてきたんですが、ここまで来るのもね、結構大変。距離があるんで、やっぱりアップダウンが激しいということで、もう坂道を登って降りて、登って降りて、下って、登って、下って、登ってやな、ボスくん。で、ボスくんのね、ここのハゲ。ずっとね、動画見てくださってる方はわかるかと思うんですが、ハゲていたんですが、だいぶね、ちょっとマシになってきました。おお、クイちゃんちょっと。もう今年もグダグダ。しょっぱなからね、グダグダ。見せて、ボス。だいぶね、治ってきました。ちょっとね、こうやってかけ分けるとわかるかなって感じなんですが、普通にしてる分にはね、もうわかりません。今ちょっとハーネスでね、毛が引っ張られてるんですが。ね、ボス。今年も頑張ろうな。今年もいっぱいお出かけして、いろんなとこ行って、な、雪が積もったら雪遊びして、な、餅食べて、餅なんか食えるかってな。喉詰まるわってもう、ボスくんそんなことより喉乾いてんな。ここまで来るの遠かったな。耳掃除もね、朝一しました。ボスくんくんちゃん耳掃除して、ボスくんもね、耳悪かったのも治って、ハゲも治ってきて、完璧やな。来週のくんちゃん。くんちゃんは相変わらずね、もう朝から元気。まあでも元気すぎて困っております。なあ、クイーン。ボス、風がちょっと強いですね。風が強いんで、声が聞き取りにくかったらすみません。ああ、よしよし。まあ今日はこんな感じでね、1月1日ということで、なんかこう、何もしてなくてもね、新鮮というか、ワクワクウキウキでございます。はい、クイーンちゃん。休憩してね、またいっぱい歩こうか。落ちんなよ。なんか匂いすんのかな、ほんまにここ。なんか匂いする？魚いる？魚いた？いっちゃ近い。近いな。こんな感じでね、田舎はね、今年も、穏やか。穏やかでね、水の音が最高です。そしてね、天気も最高です。いやー、落ち着くね、ボスくん。ボスくん、落ち着くね。そこにいといてな、こっから取ろう。こっから取るわな。なんで動くのなんで動くのボスくん、座っときやな。ほんまにもう。クイーンちゃんはね、水の音が気になるのか、下を見ております。このアクションモードっていうのは、このアップにできるのがいいね、これ。アップにして、しながら撮影して。クイーンちゃん、何してんの水の音に興味津々。それがまた可愛い。そしてボスくんはもうパパの横。甘えん坊。ほんまに甘えん坊。もう。朝からご飯いっぱい食って。おやつ欲しい、おやつ欲しい言うて。ダイエット頑張ったからな。だいぶね、ボスくん痩せましたよ。もうかなりね、昔のボスくん知ってる方わかるかと思うんですが、ウエストもね、ちょっとパパ足で挟みます。こんな感じ。わかるでしょうか。かなりね、細くなりました。それは十何キロも頑張って痩せたら細なるわな。はあ、今年もね、僕もダイエットして、毎年言うてる。毎年言うてんな。毎年ダイエット頑張ろう言いながらもね、5キロ、10キロぐらい痩せたらまた食べて太っての。何回もそれの繰り返し。近い近い。クイーンちゃん落ちる。クイーンちゃん落ちる。近い近い。ね、もしね、まだチャンネル登録されておられない方いたら、ぜひね、チャンネル登録、そしてね、インスタグラム、TikTok ね、渡辺ボスで検索して、フォローよろしくお願いします。なあ、クイーンちゃん。ね、よろしくねって。なんで、ボスくんもよろしくねって。またね、時間のあるときはね、おう、クイーンちゃん、クイーンちゃん近い。時間のあるときはおバカトークとかね、またボスくんクイーンちゃんトークしようかな。なあ。ああ。暑い。12月ちゃうわ。1月ですが、暑いです。あとはね、また今年、去年みたいな感じでね、ちょっと、撮影できる時に撮影してね、Now ではなくね、ちょっと前もった、動画撮影になることもあるかなと思うので、そこはね、よろしくお願いします。いや、ぼちぼち、歩いていくなあ。なあ、歩いていくか。よしよしよし。じゃあね、今年も一年よろしくお願いします。じゃあ、ボス君、バイバイの。